もうここっすか？ここ座っていいんすか？ここ座っていいんすか？ここ座っていいんすか？座るっすよ、もう。座っていいんすか？景色悪いっすね。皆さんこんにちは。ネフチで優勝させてもらったんですけど、ナウボイスなんですよね。で、なんか、鼻声にはなってるんですけど、今日はタイトルにもあるように、中島翔也を救いたいなと、中島翔也に物申したいなと、中島翔也を助けたいなっていうところで、僕がこのペースで話していても、時間が長引くと。時間ってほんと敵ですよ。もう年明けるんかって思ってるんですよね。だから今日は僕の知り合いの脇井君っていう方を用意したので、彼に喋ってもらおうかなと。さあ皆さんこんにちは。本田選手に代わりまして、YouTuber の牧彦、保健体育、中学、高校の教員免許を持っている私が今回は中島翔也選手についてお話ししていこうかなと思っております。さあ中島翔也選手26歳。ここに見出しがあります。逮捕されるかもしれないんです。なぜなのか。中島翔也選手のまず経歴について話していきますとですね、まず東京ベルディユースを卒業するんですね。その後、FC 東京などの J リーグチームを当たり、ポルトガルのポルティモネンセというチームに所属します。そこからですね、カタールのチームに行ったりとですね、そしてまたポルトガルのポルトというチームに帰ってきて、今現在はですね、UAE の一部のアルアインというチームに所属しております。さあ、そんな中島翔也選手がなぜ逮捕されるのか。2021年1月16日に遡ります。ポルトというチームからアルアインというチームに移籍します。そしてポルトガルから UAE に旅立つ1月の13日、事件が起こるんです。渡航する際に、虚偽の申請をしたわけです。さあ、どんな虚偽の申請かと言いますと、現在、今、世界中でみんな人間誰しもが戦っているコロナ、COVID-19 でございます。虚偽の申請の内容というのがですね、PCR。陽性なのに陰性のふりをして渡航したわけでございます。ポルトガルの国ではですね、虚偽の申請をした場合、禁錮刑になるんです。さあ、これは誰が虚偽の申請をしたのか、ここがキーになってくるわけです。そして、捕まってしまうのは誰なのかというところになるんですけど、ここに関して言うと、どの記事を読んでも書いてないんですよ、詳しく。ただ法律にはですね、関与した人を懲役1年から8年という刑になっております。さあ、関与した人というのはどこまでなのか、関与した人というのは誰なのか、クラブ側なのか、それとも虚偽の申請をした人なのか、そして代理人なのか、そして医者なのか、そしてご本人なのかというところにたどり着いてくるわけですよね。それについての詳しい情報というのはまだ発表されてないので、これから引き続き注目していきたいんですけれども、これについて僕いろいろ調べていくとですね、深いところにたどり着いていくわけですよね。結構怖いところにたどり着いていくわけですよね。というのも、中島翔也選手、ポルトガル、ポルティモネンセからカタール、そしてポルトガルのポルトというチームから、また中東の UAE、そしてたどり着いたのが、ポルトガルと中東の闇。さあ、今話している僕も顔が怖がってると思います。なぜならこれを話すことによって僕は消えるかもしれないという恐れから話しているから皆さんに伝えたいというところです。ポルトガルと中東の闇ということでございますが、ポルトガルと中東の闇を実は、私が得た情報というのは私もご本人と喋って会ってお話を聞いたとかではなくて、ネットの情報ですので皆さんご了承ください。では皆さん、代理人というのはご存知でしょうか？サッカー選手、スポーツ選手には代理人というものがついております。皆さん聞いたことはあると思うけど、どんな仕事をしているのかもわからない。どんな人なのかもわからないというのが代理人でございます。代理人というのはですね、簡単に言うと、移籍だったりの交渉、そして金銭面のお話し合いをしたりとか、選手の売り込みをしたりとかになっています。中島翔也選手の代理人は誰なのか。期間はちょっと曖昧なんですけども、中島翔也選手、この一件が起こる前の代理人がですね、テオドロ・フォンカッセという方でございました。通称、テオ君、シンジ。さあ、テオドロさんはですね、めちゃくちゃやり手の代理人でございます。過去には、フッキ選手、浦和レッズに率いたポンテとか、ネネ選手とか、やり手の代理人でございます。さあ、そのテオドロさんなんですけど、2021年、訴訟問題をポルトガルのサッカー協会から起こされるわけですよね。そこで2年間業務停止を食らいます。じゃあ、中島翔也選手、今代理人誰なのかというところなんですけど、確定ではないんですけども、今やってるのは、亀倉さんという方が代理人をしております。さあ、この亀倉さんというのは誰なのかということなんですけど、なんと、テオドロ・フォンカッセの実の息子でございます。果たして、どうやって代理人になったかと言いますと、なんと、最初に申したように中島翔也選手というのは、東京ベルディのユースでございます。そして、亀倉さんは、東京ベルディユースの中島翔也選手と先輩後輩に当たります。中島翔也選手と幼い時から、交流のあった亀倉さんと中島翔也選手の関係。そして、お父さん、テオドロ・フォンカッセとのその三角関係。さあ、中島翔也選手は被害者なのか、それとも加害者なのか。ここに関して言うと、ネットの憶測だけで話していてはよくわからないので、僕は中島翔也選手と、亀倉さん、テオドロさんの関係があって、いろんなことがある。そして中島翔也選手がその代理人を選んだということなので、代理人をディスったりっていうのは全くございませんが、今現状ではこういうような形になってると。さあ、この一連の話を聞いて、中島翔也選手が逮捕されてしまうのか、それとも代理人が逮捕されてしまうのか、それとも代理人も中島翔也選手も何もなくて、うまくいくのか。さあ、今回の話からですね、学んだことを私が皆さんに伝えたいことはこちらでございます。私が個人的に思っているのはですね、中島翔也選手がそんなことすることはないと私は個人的に思っております。なぜならですね、中島翔也選手はですね、以前、今もコロナと皆さん世界中戦ってますけど、昨年コロナが流行ってるからという理由で練習を不参加したわけでございます。それはなぜか。中島翔也選手にはですね、持病をお持ちの奥様が家におられまして、コロナを外から持って帰ってきてしまうと、奥様を危険にさらしてしまうということから、練習不参加するぐらいコロナには結構慎重な方なので、虚偽の申請をしたっていうのは僕はないと思います。果たして中島翔也選手が自ら虚偽の申請をしたのか、ポルトガル語を話せる方々に騙されてしまったのか、クラブ側に騙されてしまったのか、移籍したところですぐ中島翔也選手、なんとアルワインに入って2試合で怪我してしまうんですね、練習中に。今骨折してます。そして人体も損傷してしまってます。これが起こってからこのような一件が発覚してしまいましたので、そこも闇深いのかな。さあもう一つの私の心配はですね、東京五輪でも同じことが起こるんではないかと。東京五輪世界中からたくさんの競技者が来ます。オリンピックに人生をかけている世界中のアスリートたくさんいます。さあ東京五輪で金メダルを取りたい。さあ PCR を受けた。無症状だけど陽性になった。さあここで虚偽の申請をする人もこれで出てくるっていうことですよね。やはり人は信用できない。周りの人は信用できない。自分だけを信用してっていうところになってきます。さあ東京五輪、実際にどうなるのか、開かれるのか、開かれないのか。開かれた場合、コロナに関してはどのような対策がされるのか注目していきたいでございます。そして海外での信用ということになっております。さあ皆さん日本というのはやっぱり安全な国ですよね。日本のことをディスってる方もいらっしゃいますけど、海外に行けば日本の安全性、ありがたいさが非常にわかります。僕が行ったことあることはカンボジアでございます。今はわからないですよ。そして場所によってもわからないですよ。ただ僕が聞いたのはですね、例えばですよ、日本人がカンボジアでですね、こう、車を運転しますと、事故られましたと。日本だったら警察を呼ぶじゃないですか。で、こう解決してくれるじゃないですか。違うんですよね。警察を呼んだら、その警察と現地の人がグルになってお金を取ってくると。こっちが実際に悪くなくたとしても、現地の人と警察でグルになってお金を取ってくるとか。そういった感じで警察を信用できないんです。警察もお金で動くんです。日本だったらありえない話が世界ではたくさん起きてしまう。じゃあ誰を信用していいのか。自分自身だけになってしまうんですよね。じゃあ自分自身、そんな人たちに騙されないようにするには何をするべきかっていうのが、幼い頃からの教育でございます。そういうのを小学校、中学校、高等学校とどんどん学んでいくわけでございます。さあ、いろんな人が小学校、中学校、高校います。そしていろんな友達います。騙されます。騙し合います。それがどんどん積み重なって大人になっていきます。そういった面で学校で学んでいくのは、勉学だけではないです。人間関係もたくさん学んで大人になって生きていってください。最後にまとめになりますとですね、中島翔也選手が逮捕されるかもしれませんが、中島翔也選手のことを私たちサッカーファンはめちゃくちゃ信じてるということでございます。さあ、中島翔也選手の今後の詳しい情報をどんどんね、待っていきたいなと思っておりますが、中島翔也選手はこう、ポルトガルとか中東とか国とか、代理人とかでいろいろ悩まされてきたかもしれませんがね、皆さんで本当に応援していきましょう。さあ、最後に中島翔也選手の謎かけしていきたいなと思っております。中島翔也選手の代理人と、かけまして、中島翔也選手、PCR 検査と解きます。その心は、どちらも抗体があればよかったでしょう。